はい、犯罪被害者等政策についてはこれまで4次にわたり、策定された犯罪被害者等基本計画に基づき、さまざまな政策が進められてきました。他方で、犯罪被害者やそのご家族ご遺族からは被害原因や居住地域によって支援内容に差がある、今なおその置かれた状況に応じた必要な支援が受けられていないなど切実な声をいただいております。こうした声を踏まえ本日決定した犯罪被害者等施策の一層の推進についてにおいては、1、給付水準の大幅な引き上げを含む犯罪被害給付制度の抜本的強化に関する検討、2、弁護士による継続的、包括的な支援等を受けられるようにする、犯罪被害者等支援弁護士制度の創設、そして3、実務を担う警察庁における体制強化を含む国による司令塔機能の強化など、今後進めるべき5項目の取り組みを定めたところです。それぞれの項目について示された期限までに確実に結論を出してください。犯罪被害者の方々が一日も早く被害から回復し、再び平穏な生活を送ることができるようにするためには、国、地方、公共団体、その他さまざまな関係機関、団体等が緊密に連携協力し、支援に取り組むことが重要です。関係閣僚におかれては、現行の第4次犯罪被害者等基本計画に加え、本日の決定に基づき、犯罪被害者等施策の充実強化に全力で取り組んでいただくようお願いをいたします。以上です。